松平忠隆は、武蔵区忍藩五代藩主。十三味。後死者奥平松平屋十三代。安政二年七月十四日。では国与ネザー藩主。上杉成祈の六夫として誕生。陽名は徳之助。母は、松平来博氏の娘。性質は、伏見宮放火新王の十二女、節宮。子は、松平忠久。神は、十三味。 明治2年4月、仙台藩主、中世の養子氏となる。同年8月19日、中世の死去により、家督を次地藩次に就任した。同年8月24日、十五位に除任する。その後、藩政改革を行う。明治4年7月の廃藩地県で面官されて、東京へ移る。明治5年1月、明治政府から、イギリスの許可を得る。 当初は2年間の自費留学の予定であった。明治7年2月、イギリスへの滞在延長を願い出ている。明治17年1月、滋賀県御用係に就任する。同年7月、死者区となる。しかし、旧藩市の不正事件などがあってその地位を追われ、故郷の米沢に戻って、中学校教師を務めた。明治28年に東京へ戻り、 大正8年11月15日に死去。去年65。墓所は東京都台東区谷中の天安寺。ありがとうございます。